はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。まもなく1時になろうとしています。11月のですね、6日土曜日のまったりとした午後でございまして、お昼ご飯にですね、ビール系飲料3杯いただいてふわーっとしてますけど、そのお昼ご飯の間にね、読ませていただいたのが週刊新潮。昨日から読んでるんですけどね、これ結構読むとこ多いいや、週刊誌ってね、どうでしょうね、いただくんですけど、見本誌とかいろいろで、でいただいて、どうでしょう、2時間ぐらいあったら、2時間かからんかな、1時間ちょいぐらいで大体読めてしまうんですけど、これ2日にわたって読んでました。で、なんでこれをいただいたかと言いますと、こういう記事をですね、ございましてですね、この中のこのハルミフラッグについてのですね、コメントを出させて、コメントをこう提供させていただいたんですけど、タウン五輪選手村マンション販売再開に祝祭感なしという電話取材を受けまして、電話どうでしょうね、3、40分喋ったんちゃいますかねでこれまあワイドって言うんですか、我々っていうか、まあ私はワイドって呼んでるんですけど、まあいろんな記事が並べてるところの一部ですよとか言われて、はーん、そしたらまあ2行か3行やるな俺のコメントとかで思いながら30分40分喋ってるんですけど、まあ半分ぐらい世間話ですよね。お会いしたことない、ないと思うんですけど、週刊誌の新潮さんの記者さんで、でこれがですね、どうでしょうね、これ1500字ぐらいの記事にまとまってるのかな、ちょっと読ませていただきます。こんな感じでございまして、東京五輪パラリンピックの閉幕から早2ヶ月余熱の引き始めた今になって再び注目されている五輪レガシーがハルミフラッグだ。選手村として使用された総数5632個括弧分譲4145個の大規模マンション群の正式な名称で、近く販売再開の運びとなり、今年最後の掘り出し物件などと話題をさらっているのだ。サロテン、サロテン、そんなサロテンで。どうでしょうね。あ、またやんのっていう感じですね、不動産業界では。不動産業界というか、まだ私の周りの不動産の業界人たちはそんな感じですね。東京都と三井不動産や野村不動産など大手デベロッパー11社が開発を手掛ける一大プロジェクトだが、三井不動産に聞くとこう手応えを口にする。三井不動産とね、三井不動産レジデンシャルが入ってるんで11社になるんですけど、まあ、実質10社ですね。三井不動産2019年中に940個を販売し、11月中旬に新たに数百個規模で販売再開する予定です。8月下旬からモデルルームを公開し、大変好評をいただいております。各同社広報部、この手の大きなマンションでですね、販売が不調ということはありえません。少なくとも売り人候補は絶対に好調と言います。それ以外の答えはないんです。販売好調です、売れてますって。はい、銀座まで 2.5 キロの距離や、2.5 キロってね、歩いたら、ふらふら歩いてたら1時間ぐらいかかるんですよ。そうですね、足早に歩いて、どうでしょう、2500メートル。不動産は80メートル1分としますから、2500を、普通に歩いていくと 31.25 分かかります。でもね、アルミフラッグから銀座に行くまで信号が、大きな信号がいくつもあるんですよ。いくつもありますね。でこれ敷地の端っこからですから、マンションを出てからということになるとですね、どうでしょうね、やっぱり小1時間かかりますね。まあでも歩けないことはないですよ、小1時間散歩やと思ったらね、別に銀座まで 2.5 キロの距離や東京湾などを一望できるロケーションが評判だが、東京湾一望して面白いかな。ハルミフラッグの最大の売りは何といっても安さにある。まあ確かにね、周辺の新築物件であれば70平米前後で分譲価格は8000万円を超えるが、同マンションなら6000万円台で購入可能。しかし鍵括弧、ここから私が登場します。私が、問題はその理由にあると話すのは住宅ジャーナリストの榊敦氏。登場したやん、とうとう私が週刊新潮、まあめったに登場せん。以下鍵括弧ね、私喋ってる結構長い、
最寄りの大江戸線勝どき駅から晴海フラッグまで徒歩16から21分とされますが、実際は玄関から駅の方までのドア2ドアだと最短でも20分以上、等によってはもっとかかる、言うてんの私が。まあ確かに言いました言いました言いました。虎ノ門や新橋間を結ぶ輸送バスも運行予定ですが、利便性は未知数のまま。これなんかもう走ってるような走ってないような、暫定的に走ってるっていう話もありますけどね、ようわからん。だから所詮バスですからね。陸のことをさながらの環境にあるため、マンションとしての資産価値を考えると非常に危うい、言うた言うた、必ず言いましたよ。入居日までに完売できるか協会内でも懐疑的な声が出ています。なんせ ね、 そのね940個出さはったんですけど、多分残ってるのはね700個台ちゃうかなと思うんですね。あの手付金を返還してのキャンセルを認めたんですよ、五輪が延期になった時に。でそれで100人ぐらいはキャンセルしたんちゃうかなと思うんですけど、まあまあ、あの700個ぐらいは残ってるんちゃうかなと思うんですね。とすると残り3500個近くあるんですよ。3500個近くを2024年の3月を引き渡しまでに売り切ろうとしたら年間大体1000個ぐらい売らなかったんですね。でちょっとそれは無理めちゃうんかなと。年に1000個売れるマンション僕見たことないんちゃうかな。まあ昔はあったかな、広ガーデンヒルズとかね、あれは年に1000個ぐらい売れちゃうかなと思いますけど、その他で年に1000個売れたマンションあったかなっていう感じですね。はい。同物件の引き渡しは24年3月下旬から開始の予定。当初は23年春だったが、東京五輪が1年延期されたことに伴いずれ込んだのだと。しかし事前説明なしの決定だったため、突然知らされた購入者のうち不信感を抱いた約30人が三井不動産など売り主側を相手に今年2月民事調停を申し立てた。これもね、あの何回か喋りましたけど、民事調停を申し立てるって裁判したらええやんと思うんですけど、まあ、裁判したら負けると思うからでしょうねと僕は思ってるんですけど、買い手側代理人を務める轟弘信ですか、弁護士の話、以下会議格好ですね、弘信先生の、轟先生の話ですね。10月13日付で調停は不成立に終わりました。終わった、不成立になったの。この間なぜ23年春の引き渡しが不可能なのかといった我々の問いに対し、売主側から合理的な説明は一切なく、また引き渡しを当初の契約通りに履行するための努力をした形跡もなかった。現在は23年の引き渡しを求める将来給付の訴えを東京地裁に起こす準備を進めているところです。ということで改革終わります。これは轟先生のコメントですね。祝祭の残りかも早々に雲散しそうな雲行きだということで、この記事は終わっています。はい。ね、週刊新潮ですね、今発売中、11月11日号これね、まあ、この記事に僕もコメント出してるんですけども、結構面白いですこれいや、あの久しぶりに週刊新潮を、ね、読んでみて、読むとこいっぱいあるやんと。昔ね、文春を送ってもらった時もね、ずいぶん楽しませてもらいましたけど、やっぱり新潮もね、文春新潮ってやっぱりね、あの週刊誌の代表ですね、日本のね。すいません、他の文春週刊誌とも仲いいんですけどあのでも僕は好きですよ、新潮。ということでございまして、本題に戻りますと、晴海フラッグという、まあ、選手村跡地のマンションなんですけども、あと3000、私の観測ではあと3500個ぐらい売らなあかん。で11月中旬販売開始予定ということになってますけども、いつ販売、あ、ちょっと見てみましょうか、ハルビフラッグね、あのいつ販売されるのか、昨日おとといはですね、まだ11月中旬販売開始予定という、記事の概要のまんまでしたけども、現在見てみましょうね。どうやろう、なんかまだそんな、こうホームページを見てみると、
まだそんな気配は出てない、いない、販売開始、ツイート登録開始とかいう感じは出ていないですね。はい、ですね、販売個数見て、いつ売んの君たちって、うん、まだ販売予定時期は2021年11月中旬となってます。今日6日ですけどね、そろそろ初旬が終わって中旬になる頃やと思うんですけど、いつ売るんやろとこのマンションね、2019年の5月に販売するっていうことで半年ぐらいかけてキャンペーンしたんですけども、それが伸び伸びになってですね、8月になって、8月の2019年ちょうど2年ちょっと前のお盆に契約やってたんですよ。ほんまに何やねんそれっていう、お盆にやるのか君たちって。あの時コロナも何もないんでしょ、コロナも何もないくっそ暑いお盆に契約やってたんですよ。あ、いや僕初めて見ましたね。30何年マンション業界眺めてきましたけども、あるいはそこにいましたけども、お盆に契約してるって初めてや、ほんまに。こんなね、ナショナルフラッグな物件、でお盆に契約してるって。まあだから今回はもしかしたらですね、11月中旬の販売ができなくってですね、もしかしたらあの師走のクリスマスの契約とかってなるんかもしれんなと思いながらですね、この記事を読ませていただきました。特に貼るところはございませんので、皆さん週刊新潮、これ紙でこうでください。はい、ということでございました。ありがとうございます。